極楽ハゼ、学名ライナゴビウスギュライネスは、スズキメハゼ科に分類される魚の一種。東アジアの温暖な地域に分布するハゼで、日本では本州中部以南の川の下流域でよく見られる。生魚は全長1 2トルに達するが、6から1 0トルほどの個体が多い。オスの方が、やや大きい。体は淡褐色で、 方に、虫食い状の反転があり、体側に黒褐色の斑が5から6個並ぶ。また全身に青い小反転が点在する。目の後ろまで鱗があること、腹気が前後に長いライン型になること、他種より比較的頭が大きいことなどで、いわゆる、吉登類の中では、区別が容易である。標準和名、極楽ハゼは、田中茂穂の命名による。日本、朝鮮半島。 台湾、中国に分布する。日本での分布域は、秋田県及び、茨城県以南の本州、四国、九州、南西諸島といった暖流に面した地域である。川の下流域のされ規定に生息する。本州の若菜や生魚は順淡水域、もしくは比較的塩分濃度が薄い木水域に多く、秩父、手長エビ類、石巻貝などと同所的に見られる。 川を遡上する力はなく、流れが速い上流、中流まで達することは、まずない。ただし、陸風固体群も存在し、海から離れた故障やダムの中、およびその流入河川で見つかることがある。水底に腹をつけ、砂礫や小石の間を泳ぎ回る。近寄ると、石の下や草の間に隠れる。主に水生昆虫や甲殻類など、 低成小動物を捕食するが、不着藻類も食べるため、動物食を主とした雑食性である。産卵期は7月から10月で、オスが石の下にメスを誘い、メスは石の天井に産卵する。オスは産卵、受精後も卵のそばに泊まり深まで卵を保護する。孵化した稚魚は公開して2ヶ月ほど海で過ごし、全長2から3センチメートルに成長した若菜は木に、 川を遡上する。本種を特に狙って漁獲し利用することはないが、他の小魚と共に根核され、つくだに、味噌汁、唐揚げ卵とじなどで食用にされることがある。水槽での飼育も比較的良いだが、縄張り争いや他魚の捕食が起こる場合がある。ありがとうございます。